内閣府特命担当大臣の野田聖子ですえ今日はこのシンポジウムでオンラインで皆様方にお話をお届けさせていただく機会を作っていただきました、えー、有志市中心市街地海遊性協議会そして、えー、合同会社柳瀬町づくり会社の皆さんにはあのー、このシンポジウムに、えー、大変なご尽力と、えー 素晴らしい情熱を傾けていただき、こうやって私たちのふるさとの中心である、この地域の発展のために頑張っていただいていることに、心から敬意を表します、微力ですけれども、岐阜市の皆さんに育てられた国会議員の一人として、しっかりと自分の役目から恩返しできるように心がけていきたいと思いますので、どんどんリクエストをしていただければと願っています。 さて今私はいくつかの担務を岸田総理からいただきました、えー、内閣特命担当というのはその時代時代に極めてあの重要でかつ見える化させていかなければならない政策課題について復永させていただく仕事ですで私は現在ライフワークである女性政策そして子ども政策 さらには、このコロナ禍で、えー、極めて深刻になってきている孤独・孤立対策の担保をさせていただく中で、やはりなんといってもメインは、えー、岐阜県議会議員出身ということで、町、えー、の活性化、町創生を担う,う大切なお仕事を預からせていただいています。えー、最近ではこのコロナ禍において 地方自治体の皆さんが一人も住人の一人も取り残されずにしっかりとこの危機を乗り越えていただくために地方創生臨時交付金をさまざまな形でお作りしお届けさせていただいているのがもっぱらの役目であります。ただ、えー、今後はです、ね、そのお金を通じて 目の前にあるコロナ対策だけでなく、やはりポストコロナ、今後コロナに打ち勝つ、または、まあ、ある意味、共存しなければならない場合もあるかもしれませんが、やはりそれぞれの地域での経済であり、または教育であり、さまざ、あ、まな人の動きを止めないように進めていくためのお金としても活用できるようになっています。まあ、そんなものを通じて、えー、ぜひ皆様方には 岐阜,ならではの岐阜市中心市街地ならではの独自性または多様性を発揮していただいてえ自分たちのためのふるさとをしっかり自分たちの力で守っていくそんな時代の1ページを開いていただきたいと願っています地方創生ということはもう随分言い古された言葉でありますけれども極めて大切なことが2つあります1つはは岐阜市だけではなくて で全国的に大変大きな人口減少が始まっているわけです、えー、100年後にはもう大変な人数になるだろうと言われる中実は地方は、えー、東京や大阪と大都市に先駆けて人口減少のトレンドに入っていますこれをいかに食い止めるかつまり私たちはこれまで地方の活性は、えー、都市依存 まあ例えば東京の大企業が岐阜に来てくれると、えー、岐阜は良くなるよねっていうような発想でした。もうそれは昭和の発想です。今私たちがかかってる岐阜をかかってる私たちが今あるものを磨き上げてどう強くしていくか。まあ、そんななような時代の中で え大きなものから何かをもらうではなく今あるものをどう大きくしていくかっていう新たな転換期を迎えていると思いますいずれにしても少子化というのは女性の問題とこう小さく捉えていると地方はひとたまりもない時代を迎えてしまいますやはり人あってこその地方地方があってこその日本だという え原理原則を改めてこういうシンポジ事ムの中で共通認識として持っていただくことが大事です地方創生は外の人を連れてくることではなく中にいる人が強く育っていく中でやはりその強く育っていく中でまたその大きな層を生み出していく、まあ、そういうことを地方創生としては取り組んでいく時代を迎えていると思っていますもう一つはやはり人の流れを止めるということ とりわけ地方の悩みは、えー、しっかりと教育を受けて能力を持った女性が、えー、都市部へ、えー、流出し、えー、二度と戻ってこないということになっています、えー、私も女性の一人なんで非常に分かりやすいんですけれども一つはやはり地方にある保守的な考え方いまだやはり男性の場に女性が交わることを良しとしない、えー、空気感のようなもの さらには非常に能力のある女性があってもその能力を生かせる仕事がないこういうことで多くの私たちは地域を支える女性たちを失ってきています結果としてやはり女性がいない地方には子どもたちは出現してこないこういうものを改善していく、まあ、今まではインフラ道路があればそのアーケードがあればということで えー、商店街は生き残れると思って、えー、取り組んできましたけれどもそうではなくソフト男女問わずやはりそういう人材をしっかりととどめていくことそしてその人の能力を使って岐阜の魅力をお外に広げていくことっていうことが寛容だと思います、まあ、その中で、えー、非常に女性の力が弱くなってるっていうのが都市部に比べて地方の減少、えー、だといいますそういういいものをいち早く えー、岐阜の皆さんには気づいていただきそして取り戻していただけるような気づきのシンポジウムを作っていただきたいと思います、えー、今大切なのは、えー、地域の安全安心これはやはり国が責任を持って国土強靭化の,の名のもとに取り組んでいきますただやはり行政政治が担えないものはソフトパワーですソフトパワーはやはり この岐阜を愛する人たちが、その岐阜の魅力、他にはない岐阜の力を見いだして、それを発出することにほかありません、そういう人材養成の場がまさに、今日のシンポジウムであり、えー、皆様方が取り組んでいる岐阜市中心市街地海遊性協議会、さらには合同会社や長瀬、町づくり会社から発信していく大きな力だと思っています。どうか実りあるシンポジウムを 開くことによって、さらなる多様性、さらなるさまざまな人材の取り込みにチャレンジしていただける皆さんであってほしいと願い、私の方は国で、そして担当大臣として、必要なご支援をどんどん発出させていただきたい、そのことを約束申し上げまして、私からのご挨拶と返させていただきます。ありがとうございました